ということで第8戦目の組み合わせ、チームサガよりハルル、そしてフラットゲーミングよりルルルということになりました。ということで、ね、はい、実況解説には、ま、私とこの魔王軍ドットさん、はい、そして引き続き魔王軍のリッキーさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。ということで早速意気込み伺っていきたいと思います。じゃあまずはチームサガハルルさん、はい、意気込みをお聞かせください。いや、昔からの神奈川県の、まあ、僕はライバルだとずっと思っていたプレイヤーと、まあ、こういう舞台で当たれて、まあ、マジでめちゃくちゃ嬉しいのと、はい、あの絶対倒すぞっていうあれ意志が、まあ、めちゃめちゃ強いんで絶対勝ちます。ありがとうございます。対するルルルさん、はい、ライバルというお言葉ありましたがどうですか。いやー眼中にないですね。おおまあサクッと倒したいと思います。ありがとうございます。いいんだねと。さあそれでは先攻後攻を決めるじゃんけんよろしくお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、はい、これでしょ、はい、これでしょ。うわさあということで先攻を取ったのはフラットゲーミングルルルさんで、後攻はチームさんがハルルということになりました。それでは準備整っておりますので早速試合を始めていきたいと思います。それじゃあ行くぞ、デュエマスタート。さあというところで始まりました。フラットゲーミングルルルが先行、そしてチームサガハルルが後攻という組み合わせになりました。第8戦目、さあちょっと手汗を拭いてますね。やはりこの舞台緊張しますか。緊張しますね、やっぱり、うん、みんなに見られてるんで、うん、ここで何やらかしたら、はい、後で何言われるか分かんないですからね。チーム戦というところのちょっと重み、いつもと違いますかね。はい、個人戦だったらもうちょっと自己責任で終わって気楽かなと思うんですけど。あ、なるほどなるほど。チーム戦は結構重たいと思いますね。さあということで先ほどはね見事チーム戦が南選手がね取っていきましたが、まあ、フラットゲームじゃそこ流れを切りたい、そんな試合になってるかな。まずは一勝。うん、まずは一勝。そうです。ちょっとフラットゲームでまだね勝ちがないということで。そうですよね。ここは何としても勝ちに行きたい。はい、さあルル選手マナチャージを慎重に考えている。おお。さあここは永続ザトリッパーチャージ。ということでルル選手はいわゆるバイク、ヒヤミのレッドゾーン侵略を使ったデッキと。はい。さあルル選手はヘブンズゲート埋めていく。ザ・トリッパー埋めスタートなんでトリッパーはもう一枚持っててもおかしくない。そうですね、可能性もありますし、まあ、もしかヘブンズゲートに出してやっぱトリッパー出していきたい。そうですね、あとは短期とかそういうのはメタカードもしかしたら。おーっとここでエンドレルアゲブルもチャージ。はい、これがね診断の。そうです、ね、デーモンハイパームーンのカードで、まあ、コマンドのスピードアタッカー、うん、なのでいわゆる下場合侵略元に使える、はい、しかもなぜか2回殴れる2回殴れるという謎の下場合がゴルドーサーみたいな感じ。そうですね、コマンドのゴルドーサー、まあ、えらいこっちゃですよね。めちゃくちゃ強いですね。さあ、ハル選手2ターン目に、まあ、巨大天文の、ね、デッキの由来になっている巨大設計図をプレイ。おーおーっと、ここは3ヒット、はい、サイフォゲートこそ下に行ったものの十分な手札を確保。そうですね、これマナ加速も手札に入りましたね。はい、一応だとは思いますね、はい、あと、まあ、トリガーが、まあ、今1枚見えたっていうのは覚えておきたい状況ですね。はい、トリッパーがおそらく出てくるかなと思うので、そしたらブーストとか見られるなっていうのは、まあ、実質一旦チャージを取られてるはかなり大きくなりそうですね。さあお互いねこう同じ地域ということもあってかなりお互いこう談笑しながら進めていますが、そうサイフォーゲートで、まあ、スイートンが抜けてるとしたら一点刻むっていう、うん、あ、なるほどなるほど、なくなってるんですね。そうですね、5通魔弾魔、なるほど。あ、他色だからトリッパーを逃がしてたってことですね。なるほど、実質2枠になったことでかなりここではプラン立てやすくなってる。そうですね、金の動きが取りやすい。ここは5通魔弾魔、まあ、こちらも永続座トリッパーと同じく相手のマナがタップしてマナゾーンに置かれるという能力持っています。はい、あ、これ一点刻んでいく、ハイパーモードよりも刻むことを優先。おあーっとここで出てきたのは公開の精霊サイフォーゲート。さあこれも新セットからの資格、そしてウェルキウスゲーム先ほど見えてました、いや見えてましたね。さあウェルキウスがどんだけ横につながるか、ルルル選手も思わずこっちを笑ってしまうこんなことあっていいのかと。さあ最後出てくるのは無限流ゲームエンペラー、そして5以下のクリーチャーの効果は無視されるので監獄ニュードの効果もここは発動しないと。そうですね、いやこれはまあもういわゆるワンパンヘブゲーですね。ワンパンヘブゲーの危険度が2倍になってると。もう今のヘブンズゲートデッキ強すぎるので、もうここ1枚振るだけで終わっちゃいますもんね。いやそうですね、いやこれスイートンなら大丈夫だったんですよね。そうですね、今までなら、うん、大丈夫でしたね。さあ消えてますね、はい、さあこれでアタックしてバトルに敵の方を使っていくと。
ちゃ嫌だし、もうギャリタイム、うわーもうないっしょっていうさあここで100枚ブレイクを宣言、インフィニティブレイカー、さあ何かあるか、さあまあないよねと、ないよねというところで、おっそのまま大工さん決まりチームさんが、ハルルが電光石火の勝利、お見事。いやー決まりましたな、決まりました、ね、決まりました今のそうですね、いやワンパン、まあ、あれはもうしょうがない、いわゆる割り切りですよね、あれはもうあれを考えてたら勝てないということで1点入れたと思いますので、うん、はい、もう仕方ないと思います。はい、まずそこら辺はちゃんと織り込んでね、一発殴ったね、あのルルさんを見事あプレーというか、そのプレーしては本当にはっきりしたんですが、はい、まああったらしゃあねと。そうですね、いやでもやっぱサイボーゲートがあったことで、その危険度が2倍になってるっていうのはかなりすごいですね、やっぱすごいですね、めちゃくちゃやっぱ強いですよね、はい、最新弾の中でも一番注目してるカードですね、皆さんやっぱ一番その公開新情報出た時に結構騒がれたカード、はい、あのこのね明日発売の新セット、はい、大谷大地デモ旗分の、まあ、レアカードと公開してるサイボーゲート、やっぱりでも結構今いわゆるヘブゲ天文って、はい、まあ、多分いわゆるトップティア、ティア1、そうです、ね、一番まあよく見かけて一番強いデッキの一つっていうふうに認識だと思うんですけど、はい、結構 どうなりそうだったの、サイフォーゲートに。いやー、もうもっと強くなるって考えたら恐ろしいですね、はい、しかもそれがレアで手に入るっていうのが、そうそう、まあまあ手に入るっていう、そうなんですね、結構天文は、結構天文使われます？あー、全国大会で、はい、そうですね、ヘブンズゲートデッキ、あのまさにね、ネロマノフ型、そうですね、使われてました、ね、はい、パリトリガーが期待値増えるっていうのは、ね、うん、強いと思いますし、ギャラクシーチャーナーで回収できるっていうのが、そうなんですね、エンコンなんですよね、しかもシャークなどの呪文メタで止められても貫通できるっていうのが、確かに確かに、すごい、今までって一応6言えば、まあ一応大丈夫みたいな感じでしたもんね、うん、しかもなんかその呪文止められて返しの単位自分からこう展開できるっていうのが特にすごいなって思いました。いや、サイフォーゲート、これはかなり要注目というか、まあ大会出るならやっぱそのどうしても考えなきゃいけない、う、ね、使う使わないにせよ考えなきゃいけないカードになってくるのかなと思っております。はい、ということで対戦が終了いたしました。ということで今回はハルルさんにゲストに来ていただきまして、デッキの解説をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま す。早速見ていきたいと思います。さあ、ということで今回ハルルさんが持ち込まれたデッキは、まあ、巨大天文ですね。そうですね、はい、息強、いきなり強いデッキ、守りの王道のある種、まあ、かなり近いですよね。そうですね、もう半分以上がデッキに収録されているカードが入っているので、はいはいはい、なるほどなるほど。さあ、ということでちょっとお話をお伺いしていきたいんですが、まあ、今回新カードはもちろんこちらサイフォーゲート、どうですか、サイフォーゲート、イノヘブンズゲートは。いやー、FTG のルルル選手との試合を見ていただければ分かるんですけど、はい、あれ従来の枠があのスイトン、スイトンですね、でしたので、1点で踏んでもブロッカーが出せない、シールドトリガープラスなんで2枚以上ブレイクされてる時じゃないと使えないと。はい、どこがところがサイフォーゲートに変わったことで、踏んだ瞬間、まあ、手札がちゃんとエルキウスとか揃っていれば勝ちまで持っていく、なるほどですね、ゲーム展開に持ち込めたり、まあ、かなりもう環境を正直そのまま持ち込める、あ、もうこのまま CS で使っても全然優勝できちゃうと思います。なるほどですね。今回なんですけど結構、まあ、やっぱり、まあ、レギュレーション特殊なところとして新カード30枚というのがあったかと思うんですけど、今回4枚のサイフォーゲートを採用されるという形で、まあ、残りに託した新カードはという形になるんですが、これ何か作戦とかあったんですか。まあ、とりあえず4枚だけ入れる、うん、かまあ、デッキを考える上で一番強いデッキなんだろうなって思った時に、はいはいはい、もう天文だなってなって、まあ確かにサイフォーゲート4枚確実に入れられますもんね。なんか神羅のデッキ大体ゲームエンペラー出せば勝つんじゃねみたいな感じになって、はいはい、でタックで殴るデッキに対しても受けが強いということで、うんうん、まあ、とてもバランスが取れたデッキタイプであって、で単純に現環境でももうトップレベルで強いデッキであるので、まあ、そのトップオブトップのデッキを今回はさらにチューニングして持ってこられたということになるんですね。なるほどです、ありがとうございます。さあ今回、まあ、このネロマノフルドルフを採用されたタイプの巨大天文って、はい、まあ、結構、ドルファディロノとかまで取ってるリストとかもあったかと思うんですけど、はい、今回はテイクバックチャージャーとかの、そのブーストに寄せてるって感じなんですかね。はい、こいつその色がめちゃくちゃ強くて、はい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 、巨大で回収できるかつ、自然文明を持っている、はいはいはい、ところと種族にエンジェルコマンドがあるのでギャラクシーチャージャーも拾える、そうですね、拾える、でパワー1万1000ないがアビスベルデスロードと相打ちラインなので、あ、なるほど、アイヌマックはデスロードを、咎めることができる、はい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 、なおかつそこでネロマノフだけ、ストライク持ちなんで場面に残すことができるといった、うんうん、でなおかつ、後続まで
例えば、まあ、スターゲイズ、あんまり手札が強くない状態でスターゲイズネロマノフでマナに落ちた、まあ、巨大設計図なり、なるほど、まあ、ゲートプラスウェルキウスみたいなそういうセットを回収したりと、うんうんうん、次の動きにつなげるのも含めてトータルで見た目以上に強いカードで4枚今回採用させていただきました。そうですね、ありがとうございます。診断の、ね、カードいろいろ今回見たかなと思うんですけど、はい、やっぱまあちょっと厄介そうだったのは1戦目ですかのドギラゴンハイパー。正直自分らでの中だとドギラゴンハイパー使ったデッキがまとまらなくて、はい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 、でその最初試合やってるのを見てうわすげえデッキだなってなって、実際まあ試合の内容も結構厳しくて、うん、まあ、最終的に逆転勝利みたいな形になったんですけど、はい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 、めちゃくちゃ面白いデッキだなと思って、あれもそうですね、結構まあ今環境をまあ、1個のラインとしてゲームエンペラーを処理できるのかどうかみたいなのは、はい、かなりまあこのデッキを中心に大事になってきそうですね。ゲームがどう刺さらないデッキだとどうしてもフィニッシュが難しくて、はいはいはい、結構厳しかったですね。なるほどですね、ありがとうございます。まあ、ただそんなゲームエンペラー強い中、はい、サイフォーゲート今までスイートンだったら5でしたけど6ですね、はい、ゲームエンペラー外れてまたちょっと、あ、これそうです、天文ミラーに対して、はい、ゲームエンペラー5点でどっち踏んでも返せるっていう、はい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 、結構それをそこもなんか熱のゲーム性に、まあ、多分明日以降、うんうん、おそらくスイートンが、まあ、大体の人は入れるんじゃないかなと思うんで、そうですね、これ天文ミラーかなり面白いことになってきますね。ちょっと面白いかもしれないですね。これが言及が進んでくるのが楽しみですね、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、ゲストにハルルさんにお越しいただきまして、デッキのご紹介をしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、こんな感じでデュエチューブではですね、切り抜き動画のラストにデッキの紹介なんかも載っけておりますので、ぜひ切り抜き動画の方も合わせてお楽しみいただけたらと思います。ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコミュニティ投稿などもございますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではGM Masters! バイバイ! バイバイ!